RX7FD3S は最高で最強のスポーツカーだと思います。同じものが二度と量産できないということも魅力の一つだと言えます。ではロータリーエンジンのスポーツカーはどうなるのでしょうか。私なりにいろいろ体験し想像しました。今回は MX30 の EV モデルと私が欲しいロータリーエンジンのスポーツカーについてお話ししたいと思います。MX30 EV モデル、文字通りマツダの量産電気自動車です。先日乗る機会がありまして、率直に言っていい車でした。いい意味でこれまでの車と同じように運転できました。アクセルを踏む力と車の進もうとする力の反応速度に好感が持てました。全く音がしないわけではなく、電気モーターの回転の増減を程よく感じることができました。内装も CM などでマツダが言っているように居心地の良い長い時間が過ごせる空間でした。現行の他のマツダ車とは違った駆動デザインで比較的四角い形をしていますが、そのおかげでボディの4つの角が把握しやすい車でした。運転し始めて早い段階で道路の端っこへ自信を持って寄せられました。エンジンの車と違い、 eGVC プラスという GVC が搭載されています。荷重移動で運転と乗り心地の支援をするというのは同じなのですが、電気モーターの方がより緻密に制御されている印象を受けました。実はGVC 自体も EV で開発がスタートし、それを応用したのが他の内燃機関の GVC なんだそうです。ギアチェンジの代わりにモーターの発電抵抗を制御できる回生ブレーキシフトがついていました。一番言いたいのは、運転が楽しい車だったということです。私が車に求めることは、匠と言われる職人たちが使っている精巧な道具のような部分です。例えばハサミ。いいハサミは、刃先が自分の指の延長のように感じられるそうです。道具が体の一部、もしくは体の延長になる感覚は、ロードスターに乗っていた頃に特に感じていました。極端に言いますが、前のタイヤは自分の両手の延長、後ろのタイヤは自分の割れているお尻の一部ぐらいにかなりはっきりと外の情報が自分の体に程よく入ってくるのがマツダの車のいいところなんだと思います。マツダ車に乗っていてホームセンターやモールのアイキャッチを踏んだことがないのが小さな自慢です。それだけタイヤの位置をしっかり感じられるということです。MX30 にもそういった部分はしっかりあり、電気自動車だからってつまらないと言い切ってはいけないと思いました。さて、こちらはコスモスポーツのアニメーションです。いろいろな方面に申し訳ないと思っていることがあります。どうしても自分なりの現代風のコスモスポーツ RX0 をデザインしたかったのですが、あまりにもオリジナルのデザインがかっこよすぎて触ることができませんでした。恐れ多くもそんなことを実践しようとしたことがいけなかったのでしょう。それに RX ビジョンのデザインは使ってほしいです。具体的にどんな車になってほしいのか。前に搭載されたロータリーエンジンで充電して後ろの電気モーターを回す2人乗りのスポーツカーがあってもいいんじゃないでしょうか。 MX30 よりも大パワーな電気モーターを使って GT3 コンセプトのようにサイド排気にするのはどうでしょうか。この車の優れたところは
航続距離とモードセレクトです。エンジンは充電するだけで、タイヤを回すのが電気モーターの車をシリーズ式ハイブリッドと言います。この方式ならガソリンスタンドで電気の元であるガソリンを給油できるので、ガソリン車に慣れ親しんだ人は安心して遠出することができるのではないでしょうか。燃費という意味ではかなり期待できそうです。もう一つのメリットはモードセレクトです。 MX30 譲りのきめ細かい GVC 制御で乗り心地と運転が上手になったような感覚を得られる通常モード、そこから段階的に電子制御をオフにすることができるのが理想です。 GVC、トラクションコントロール、ABS などを順番に解除することができて、最終的には電子制御を走行にほとんど影響させないナチュラルトラクションドライブモード、つまり NTD があれば完璧だと考えています。特に NTD 発動時は発電機であるロータリーエンジンの音、回転数をアクセルペダルと連動させて給電率と音を積極的に増加させ、ドライバーとの一体感を向上させてほしいです。さて、今回は私の欲しいロータリーエンジンのスポーツカーについてです。MX30 が好印象だったために思いつきました。電気自動車でも作り方によってはこんな風に楽しい車に出来上がるんだと実感したのです。新しいシリーズ式のロータリースポーツが欲しいと言いましたが、プラグイン、つまり家庭や充電スタンドでも充電できるようになれば、燃費が良くてその場その場で効率的にエネルギーを使えるマルチソリューションな車にできると思います。ロータリーエンジンのいいところはいろいろな種類の燃料に対応できることです。世界中どこでもその場で一番環境負荷が少なそうなエネルギーをチョイスできる。以前紹介した直列6気筒も含めて、これからのマツダのパワートレイン戦略にワクワクが止まりませんね。今回の動画は以上です。チャンネル登録ともう一本動画を見ていただけたら嬉しいです。また、概要欄に動画制作者の大事なお知らせがあります。そちらも確認してほしいです。